タイラー・デビッド・ゴーデルは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サンマテオ軍、ヒルズボロ出身のプロ野球選手。現在は、フリーエージェント、ウトを右打ち。四つ年上の兄に、ニューヨーク・メッツの投手、エリック・ゴーデルがいる。2011年の MLB ドラフト一巡滅追放で、タンパベレーズから指名され、プロ入り。2012年に、のボーリンググリーンホットロッツで、 プロデビュー。103試合に出場して打率。246.6本類が46打点30盗塁の成績を残した。2013年も A 級ボーリンググリーンでプレーし、112試合に出場して打率。249.7本類が65打点30盗塁の成績を残した。オフにはオーストラリアンベースボールリーグに参加し、 ブリスベン・バンディッツに所属した。2014年は A 級シャーロット・ストーン・クラブズでプレーし、113試合に出場して打率、269.6本塁が、61打点、20盗塁の成績を残した。2015年は A 級モンゴメリー・ビスケッツでプレーし、123試合に出場して打率、十九点一二本塁打。 72打点、28盗塁の成績を残した。2015年12月に行われたルール5ドラフトでフィラデルフィアフィリーズから指名され移籍。2016年シーズンは開幕25人枠に残り、4月6日の新シシナティレッツ戦でメジャーデビューを果たした。この年は左翼史をメインに十二試合に出場し、打率十二点四本塁が、 16打点、3盗塁を記録した。2017年3月31日に戦力外となった。2017年4月5日に、ウェーバーでレッツへ移籍し、参加のトリプル A 級、ルイビルバッツへ配属された。4月7日には40人枠外となった。2018年5月13日に FA となった。2018年5月17日に、 ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。2019年3月13日ワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。7月13日に FA となった。ありがとうございます。